こちら、今回のテーマはみかんの、夏芽についてでございます。みかんの夏芽は、基本的に付け根で、間引き剪定をしていきます。理由としては徒長枝が多いというのと高温なので、徒長するというのと、生育がいい、有用花が少ない、ということでございます。有用花というのは、花と葉が、ついている枝のことを言います。ではその見分け方についてですけれども、今目の前にある、この枝が、夏芽になると思います。理由としてはみかんハモグリガという蛾の、加害を受けているというのが理由でございます。春芽にはまだ生息していない、害虫でございますので、こういった白く、汚れた葉っぱができるというのは、その夏芽の、特徴でございます。ですのでこれらは、間引いていく付け根から、分岐したところから切っていくというのがポイントでございます。でその他にももう一個、特徴がありまして、夏芽の特徴として枝の形が三角に、なりやすいです。春芽の場合は、春枝の場合は、この切り口の断面が、丸くなりやすいですけれども、夏は高温で養分が行きにくいのでこういった三角になりやすい傾向がございます。それが夏芽と、夏枝春枝の見分け方でございます。こういった場合は付け根から切っていきます。ちょっとここは、変な切り口になってますけども、切り口枝の伸びているその付け根から、切っていきます。以上です。ありがとうございました。今この切り口から分かるように断面が非常に丸い枝でございます。こういった枝は春枝というふうに見受けられることができます。